はい、どうもです。親父のお昼ご飯、晩ご飯の時間でございます。しかし本当暑いね。梅雨が明けたから一気に暑くなったって感じです。なので今日はね、ちょっと冷やし中華をね食べようと思って、こちら醤油味買ってきました。半額でね139円だったんで、これはいいやと思って、今日食べるから十分かなと思って買ってきました。2人前入ってます。すべてね、材料はちょっと先にやって冷やしました。で、実はねこういった麺ってよく水でほぐすだけとかもあるんですけども、せっかく冷やしてもね水道水でほぐしちゃうとぬるくなっちゃうんでね、麺もねほぐしてキンキンに冷やしておこうと思ったんですけど、これはねスープでほぐすだけってことで、これはもう麺を冷やしとけば、このおつゆでね、ほぐせばいいだけなんでね、麺がぬるくなる必要がなかったんで、冷蔵庫の中にね、ちょっと入れておきました。あとはこのね、刻みハム、塩分 30% カット、薄塩、丸大食品のですね。まあ、キムチはちょっとまだ考えてはいるんですけども、これは一応ちょっと置いときます。あとはね、カニカマと、で、きゅうりをこのようにもう刻んでね、置いてあります。そして、レンチンしたもやしの方ももう用意してあります。あとはね、卵を入れてもいいんですけど、シャキッとコーンのコーンで黄色を出そうと思ってます。で、今日はね、稲毛屋さんもちょっと行ってきたんでね、唐揚げと、で、たっぷりコーンコロッケ。これ先日買った声優さんとはね、またちょっと声優さんだったかな、あれ。うん、違うやつなんで。よくまとかな、うん、とは違うやつなんでね。ちょっと美味しそうだったんで買ってきました。じゃあちょっとね、盛り付けていきます。はい、ってことでね、完成でございます。いつもみたいなね、よくある、こういったね、こういった具の盛り付けじゃなくて、まんべんに行き渡るようにね、こういう感じで盛り付けてみました。それではいただきます。どうしようかな。うん、どうしようかなっていうか、もうそもそも混ぜてね、食べようと思ってたんで、もうすぐこれを崩しちゃうっていうね。でも混ぜて食べるのが正解だよね。もちろんね、マヨネーズとかも用意してるんで、味変しながらね。ラー油なんか入れても良さそうだね。うん、いただきます。うん、おいしい。材料費なんかで言えば、麺だけで半額で139円だから、300円もいってないよ。うん、おいしい。うまい。キンキ、これキムチももういっちゃおう。キムチちょっと乗せて食う、食べる感じにしてみようかな。うん、これも美味しい。粗挽き胡椒。うん、これもいい。
見た目もいいね。唐揚げ。うん。冷やし中華は。あ、美味しい。やっぱり小さい頃は酸っぱいのがダメだから。あまり食べてこなかったかな。選んでは。で、大人になってからもごまだれをね、よくごまだれで食べてたけど、やっぱり40になってからかな、お酢をちょっとね摂取するようにはなった。まあいいよ。これは合うよ。そもそもハムももやしも、もやしはちょっと置いとこう。ハムもきゅうりもコーンもカニカマも全部マヨが合うからね。うん、うまっ。うん、最初からはいらないんだけど、やっぱり途中で入れたくなるね。うん、マヨいいわ。コーンたっぷり。うん、一応ねごまドレッシングをちょっと持ってきては見た。ごまだれっぽくなるかなと思って。美味しそう。いや、これ柔らかいな。うん、これをこれも持ってきちゃう。うん、コーンクリームコロッケって感じだ。ほぼほぼ具が残ってるから。サラダ系のお蕎麦作ってもいいかな。ちょっとごまドレやってみたいんだよな。ちょっと麺を入れて、これもコーンは一緒に食べれないね、なかなか。やっぱり。で、ここにね、ちょっとごまドレッシングをいってみよう。そしたらごまだれっぽくなるかな。飲もうか。ちょっとね、軽く混ぜてね。
うん。なんだけど、ちょっと濃いな。アメージングです。これも美味しいわ。でもマヨが一番美味しいかな。マヨ優勝だね。ちょっと食べちゃいます。完食でございます。スープはどうなのかな。一応お酢入ってるから飲んだ方がいいのかな。それかやっぱり塩分の方で考えた方がいいのかな。唐揚げ、これもちょっと前行ってみようか。ちょっと、いや、やっぱり冷やし中華美味しいわ。うん、やっぱり唐揚げはマヨどっちでもいいな。はい、ということでごちそうさまでした。今日は島田屋さんの流水麺冷やし中華、こちら2人前をね、親父のトッピングで美味しくいただきました。暑いんでね、冷たいもの美味しいですし、お酢は体にもいいんでね、皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ、ごちそうさま。